リラク屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日は疲労を回復させる簡単な30秒でできる運動をご紹介します。では実際にやっていきます。頭の後ろに手を組んでいい姿勢をとってください。背筋をピンと伸ばすようにします。そしてお尻を後ろに落とすようにして、膝がつま先より前に出ないように気をつけてしゃがんでください。そしてしゃがんだら姿勢を維持した状態に気をつけて立ち上がります。これを20回行うだけです。頭の後ろで手を組んで姿勢を、背筋を伸ばして、そしてこう座らないように、膝を前に突き出さないように気をつけて、後ろにお尻を出すようなつもりでまっすぐ下に下ろして、そして立ち上がる。これをのように20回行うわけですね。上半身の方に血が集まってうっ血をすると疲労の自覚症状が出てきます。疲れたなぁと感じるようになります。足の方に血を送る、特に足首に力が加わると疲れが取れて、またアキレス腱が伸びますので、冷えにも効きますし、足腰の強化にもなります。いい姿勢をとりますので足腰の強化にもなります、汗をかくような激しい運動ではないんですが、軽い全身運動といいますかね、軽い運動をすることによって気力体力が活力が出てくるわけですね。では最後に20回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。